えー、続いて、水産業分野のトークセッションに移りたいと思います。小谷さん、大阪気候変動適用センターでは、漁業組合へもヒアリングをなさっていますね。えー、いろいろと、まあ、ご意見が出てきたと思うんですけれども、どんなご意見が多かったのか、えー、また紹介していただけますでしょうか。はい、わ、えー、かりました、えー。水産業分野ですけれども、 府内の6つの漁業組合にご協力をいただいて、最近の漁の状況はどうかとか、暑さが作業にどんな影響を与えているかということについて教えていただきました。次のスライドをお願いします。漁獲量に関しましては、例えばイカナゴというお魚ですけれども、イカナゴでは、 ここ2、3年漁獲量がとても少なくなっているということですとか、車庫については20年ほど前から減り始めて、ここ10年ぐらいは特に少ないというふうに話されていました。また、冷たい水ですね、冷水域に多いとされるマコガレイが1990年頃から減っているということですとか、画面にはありませんけれども、マイワシについては、 1990年ぐらいより前と比べてかなり減少している。イワシ類については黒潮の妥当が影響しているのではないかというようなことも話されていました。画面の右側ですけれども、サワラについては一度漁獲量が減少しましたけれども、20年ほど前からまた漁獲量が増えてきているということ。から比較的高い水温を好むハモについては、 2000年代に入って増加をしているということ。暖かい海に生息をするアイゴというお魚が養殖ワカメを食べてしまう被害が発生したと。こういうことなどの意見がありました。次のスライドをお願いします。暑さの影響に関連しましては、船の整備を日中にするのが困難である日があること。氷の使用量が増えて、 夏場は製氷機の能力が足りなくなってきているということ。トラックで魚を市場や取引先まで運ぶ際に、以前よりも氷が溶きやすくなっていること。船内の水槽の温度が上がらないように、氷の入った容器を水槽に入れているということ。そして最近はエアコンを設置する漁船が増えてきているということ。 池巣に組み上げる海水を比較的水温の低い水深から組み上げるようにしているということ。陸上の選別状の日け屋根を増設した。こういうことの意見がありました。また、ヒアリングを行った漁業組合の一つであります、岩巾着網漁業組合では、競りを行う際にタブレットを用いて電子入札をすることで、 わずか5分程度で落札が完了するということで、今までよりも競りにかかる時間を短くするということで、さらに鮮度の良いものを出荷しようと工夫をされていました。大阪湾で取れる魚介類の変化は栄養塩の増減ですとか潮の流れなど多くの要因がありますので、気候変動がどの程度影響しているかと。 ということを明らかにするのは、そう簡単ではありませんけれども、作業をする上での暑さ対策や、流通時の品質保持と、こういった面からも、いくつも対策を取られているということが、ヒアリングから確認することができました。水産業分野につきましても、詳細は今年度の取り組みの、取り組みを、成果集としてまとめて、ホームページとして公開しておりますので、後ほどぜひご覧ください。以上です。 ありがとうございました。大阪湾の魚が魚種によって増えたり減ったりしているということが、すでに漁業の現場では実感として感じられてきているようですね。その他、漁業で取られている様々な対策についてもお話しいただきましたが、まず魚が増えたり減ったりするということは、えー 例えば餌が多い少ないですとか、あるいは海の水の中の酸素の量など、住み場所の環境によっても影響してくると思います。いろいろと複雑な多くの原因で増えたり減ったりしてきていると思うんですけれども、そのあたり、えー、水産業分野のナビゲーター、官能水研の大見さんから 詳しく教えていただきたいと思います。はい。それでは、あの、スライドの共有をお願いします。えー、大阪湾で取れる魚が増えたり減ったり、えー、することについては、えー、水温をはじめとしまして、これまでいくつかの要因が考えられてきました。彼、えー、の仲間や、エビや渡りガニ、えー、シャコといった海底を生活の場としている生物にとっては、先ほど少しご紹介になりました、水中の酸素の量など、 大阪湾の海底付近の生息環境の良しあしによって分布域とか生き残りに影響を与えることが指摘されています。また近年では海の栄養塩不足もその要因として指摘されています。えー、関西の春の風物詩である区切りの材料となるイカナゴにつきましても海の栄養塩不足がイカナゴの餌となる動物プランクトンの減少につながり それがイカナゴは痩せてしまい、生み出される卵の数が減ってしまっているというようなことが近年指摘されております。またですね、栄養園を直接取り込んで成長する海藻の海苔やワカメといった、そういったものの養殖についても影響を与えています。また、大阪湾は実は全国的に見てもイワシシラスがよく取れる海となっています。 春に取れるシラスというのは、実は南の紀伊水道から大阪湾へ入ってくる群れを取るのですが、この群れの雷雨にはですね、日本の南側を流れる黒潮の影響がありまして、黒潮が紀伊半島の南端である潮の岬、これに近づいて流れている場合は、大阪湾へのシラスの雷雨というのが見込めるんですが、 潮の岬から離れて流れている場合という時には大阪湾へのシラスの来遊があまり見込めませんで不良となる年があります。こういったようにですね、大阪湾以外の環境も大阪湾での漁獲量に影響を与えるということが指摘されています。なるほど。やはり海の生き物というのは様々な要因によって増えたり減ったりしているということですね。今回のテーマである 気候変動との対応については、どんな状況が見られているんでしょうかはい。それでは次のスライドの共有をお願いいたします。えー、温暖化による水温上昇と聞くと、皆さんおそらくですね、夏場の水温がかなり上がっているのではないか、えー、と想像される方も多いと思います。実際にですね、大阪湾でも、これは1994年の夏、 というのは、実は海水温が例年になく高い状況になりまして、海底に生息するマコガレイ、特にですね、その年94年に生まれたマコガレイの子供の生き残りが悪くなりまして、翌年の95年に不良となったりしました。またですね、夏の高水温化というのは、海底の砂に潜って暑い夏場をやり過ごすイカナゴにも影響するということが指摘されています。 で実は今皆さんに見ていただいているスライドなんですけども、これは45年間、1972年から2016年における季節別の水温の上昇具合のグラフを示したグラフになっています。これを見ますと、大阪湾ではですね、実は秋から冬にかけて水温がなかなか下がらなくなっているということが大きな特徴として言えます。 この秋から冬にかけ、向けての水温の低下というのはですね、例えば大阪湾から南の紀伊水道へと出ていく魚群の移動ですとか、魚が卵を産む産卵のタイミング、それから海藻の養殖を開始する時期ですとか、その養殖の期間にも影響を与えるということが言われています。なかなかですね、この時期に水温が下がらないと、 大阪湾にどまる期間があの、えー、大阪湾に魚群がですね、留まる期間が長くなったりですとか、えー、産卵時期が遅くなったり、それから養殖の開始時期が遅れ、期間も短くなるといったことが考えられ,考えられています。またですね、90年代、えー、1990年代に起きた地球規模の気象変化というものが、この時期の大阪湾の水温上昇にも大きく影響を及ぼしたのではないかということが推測されています。 大阪湾ではですね、実は90年代には取れていたアイナメとかマコガレなどの冷水性の魚類の漁獲量が減っておりまして、2000年代になると暖かい海に多いハモのような魚の漁獲量が湾全体で増加しておりまして、これらの変化についても水温環境との関係というものが指摘されています。なるほど。大阪湾では特に 秋から冬にかけての水温が過去に比べて下がりにくくなっているということ。それと、1990年代の世界的な気象変化が大阪湾の生き物にも影響を及ぼしているということですね。海の場合、人間の手で直接に海水温を調節することができないという難しい問題がありますけれども、 私たち、寒能水圏では、人間の側で可能な適応策について研究を始めています。大見さんのチームの取り組みを少し紹介していただけますかはい。それでは、スライドの共有をお願いいたします。現在、寒能水圏では、温暖化に対応したワカメの養殖方法について研究を行っています。 わかめ養殖というのは秋から春にかけて行われるのですが、実は春から夏を経て秋にかけてはですね、わかめ養殖で重要な種糸の管理という仕事があります。種糸というのはわかめの苗みたいなものでして、春から秋まで水槽で管理するのですが、実はの高温というのが大敵でして、猛暑の年には水槽の温度管理が大変で、これが枯れてしまったり、それから成長が悪かったりと、良い寝室の え、種糸を作ることが難しくなっています。そこで、えー、写真にあるフリー配偶体と呼ばれるワカメの種となるものを室内のフラスクの中で培養しておき、春ではなく秋になってからこのフリー配偶体を使って種糸を作るようにすることで、温度管理を容易にし、暑い夏を回避して良質な種糸を作る方法を現在テスト中です。また、近年はですね、 え、養殖中のワカメを魚に食べ、あ、養殖中のワカメを魚に食べられてしまうという被害が出ています。その魚というのは、この写真にあるアイゴという魚で、秋に水温が下がらないことで、アイゴが大阪湾から出ていかず、ワカメを食べてしまうのではないかということが現在考えられておりまして、今後はこういったですね、被害への対策というのが非常に重要になっています。ありがとうございます。え、これから将来にわたっても、 美味しいワカメを食べ続けていきたいですね。ところで、先ほど農業分野の話でも出てきていましたけれども、水産業の世界でも作業中の人間の暑さ対策に対する、えー、適応、これが必要になってきています。そこで田村さんに伺いたいのですけれども、大阪府では、 人間の体に対する暑さ。これに対する対応ですね。いわゆる暑熱対応。これについては、どのような取り組みをなさっているんでしょうか。はい、えー。大阪府ではですね、あの、2018年、えー、記録的な猛暑。これによりましてですね、7138人がですね、あの、熱中症による救急搬送されたというようなことがございました。 まあそういったことを踏まえまして、えー、猛暑対策検討会議という会議体を設置しまして、まあ、有識者の方々からご意見をいただきながら、えー、暑さから身を守る3つの習慣ということで、涼、えー、む、気づく、備えるという、あの、この3つの取り組みについて、まあ、関係部局とも連携しながら、えー、不眠の方へのお知らせ、周知等々をしております。まず、え涼、ー、むということですけども、 まあこれは暑さを忍ぶということで、まあ、あのしっかりクーラーを使ってですね、あのあの暑さからあの見守っていただくということで、えー、まあしっかり進んでくださいということを進めております。また、えー、昨年度からですね、外出先のところでですね、一時避難所ということで、えー、まあクールオアシス、銀行であったりとかですね、薬局等にご協力いただきまして、 え、外出先の涼しい空間を、そういった店舗にご提供いただくというようなクールオアシスプロジェクトというものを開始しました。えー、339施設の店舗にご協力いただいたところでございます。で、えー、次に気づくということについてですけども、気づくについてはですね、環境省の方でアスターアーシスメール配信サービスと、 いうのもございますし、あとはその暑さ指数という、まあ、WBGT という言葉で言われますけども、まあの、温度だけではなくてですね、湿度も影響して暑さ対策というのを対していかなきゃいけないということでですね、まあ、そういったことにあの気づくということについて、まあ、周知啓発をさせてもらいました。また、備えるということについてはですね、 あの、人間の汗をかいてですね、体を冷やすという能力。その、お暑熱順化という言葉で言いますけども、まあそういう暑さに慣れていくために、しっかりと汗をかく運動をしたりとかですね、ま暑くなる前に、まそういう対応をしていこうということを、まあしっかりとあの、周知させていただくということで、まああの、我々あの、大阪府の方でですね、こういう、チラシなんかも作らせていただきながら、まあ暑さの我慢あかんというようなものをで,ですね、え、チラシを作りさせてもらいながら、 詰めさせていただいております。その他にですね、あの、民間の事業様とご協力いただきながら、えー、こういう緑のカーテンをですね、えー、こちらの方は株式会社リクルートスマイカンパニーさんの方からご協力いただきまして、ご提供いただいているんですけども、ゴーヤの種であったりですね、アサガの種といったものをですね、保育園、幼稚園の方に配らせていただきまして、緑のカーテン作りをしていただいていると。 いうような取り組みも、あの、民間企業と連携しながら進めさせていただいております。また、えー、今年はですね、新型コロナウイルスの流行を踏まえまして、えー、新しい生活様式に配慮した形でなスタ対策を進めていただくということで、あの、マスクのですね、あの、外で、えー、まあ、暑いところでは、あの、外に人がいなければマスクを外したりとか、ということも合わせて周知、啓発させていただきました。ありがとうございます。 暑さから命を守るということは、すべての人にとって共通の最重要の課題だと思います。今お話しいただいた取り組みがうまく実を結んで、府民すべてが安全に暮らせることを願っています。ありがとうございました。